とんでもない場所にスズメバチの巣があったのは岐阜県中津川市。こんにちは。その巣を駆除したのが庭師の安江さん。いや、まさかあんなところにあの大きな巣があるとは思わなかったですね。一般住宅などの庭作りを行って12年、仕事先で蜂の巣によく遭遇するといいます。とんでもない場所に蜂の巣があったのは、先天に伺ったお客さんが前日に蜂に刺されたということで、あの多分家の裏手を歩いてたら刺されたっていうことだったんで、刺されたっていうところに付近に行ったんですけど、蜂の巣自体は、ね、まあ、見えなくて。巣が見えなくても蜂が出入りしていたのが、なんと麦わら帽子。そこで安江さんは十分な距離を取り、蜂用の殺虫剤を。逃げ出す蜂がいなくなるまで殺虫剤を吹きつけ、少し時間を置いて周辺に蜂がいないことを確認してから帽子をひっくり返すと、めくったら本当に帽子の頭が入る部分、蜂の巣があって、それすごくびっくりしました。この写真がその時安江さんが撮影したもの。軒下に置きっぱなしの麦わら帽子の中にあったのはマーブル模様が特徴のスズメバチの巣。頭が収まるところにすっぽりと立派な蜂の巣が作られていました。どうして麦わら帽子の中に巣を作ったのでしょうか。外敵にも身が守られやすいとか、まあ、空気もよどんでたりとか日陰になったりとか、多分いろんな状況が蜂にとっても、まあ、都合が良かったのかなとは思います。普段から庭木の手入れをしているときに蜂に遭遇することが多いという安江さん。夏の終わりから秋にかけて活動が最も活発になるというスズメバチが、今年はスズメバチの巣に遭遇するのは、まあ、年に数回なんですけど、今年は多いです。麦わら帽子の中にスズメバチの巣があったお宅では、さらにもう一つスズメバチの巣を見つけたそうです。住宅の周りでは軒下に蜂の巣が作られていることが。気づきにくい場所にも。僕ら仕事しているときは木を、植木を触るので、よく見かけるのはこういう茂みになった中にあることが多いです。それは木の茂みの中、人目につきにくい場所に作られた蜂の巣に気づくのは庭師だからこそ。安江さんによると、何匹も蜂が飛んでいたらどこかに巣があると思って気をつけてほしいということです。